委託販売、買取、お任せください。待ってます。こちら社長、聞きたいことがあるんですけど、なんで最近人のバイクって市場から帰ってきたら増やしてるんですか？あの扇風機でバーって、そうそうそう、甲状腺って言うねんけどね。甲状腺っていうあの扇風機でしょ、大きい。あ、そうそうそう。であれをエンジンの前にバーンと置いてあるやつでしょ。うんうんうん、うん、冬場やってないやろ。やってない。今酷暑、今日の名古屋38。やばい。いやもうね、やばい、溶けてなくなる人やん。いやだけどできるだけ朝夕に走ってんねんで。だけどもうね、これ信じられへんやろけど、気温が10度ぐらい上がるとか、20度と30度、35度やったら、もうエンジンの温度って、もう桁違いに温度変わんねん。特にうちら空冷ばっかりやん。あ、水冷のバイクなんでね。あ、もうかな。ある。ウォーターバッファロー。イエスイエスイエス。GT7 やろ、750ターボやろ、KZ1300。あ、あれもそうなんだ。そう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 。でもそれぐらいちゃう、うちで。RE5 ももう今売れてないし、もうほとんどうちのバイク、ほとんど空冷。うんうんうん、もう空冷のバイクって。空冷って書いてあるけど、実際はまあもちろんこう強制空冷、走ってる時に風を当てると冷えていくのよ、これは本当、でも実際よう考えてよ、帰ってきました、暑いままや、チンチンよ、横行ってみな、あっ言うてるやろ。やっぱりエンジンって冷やしてあげてな、ほらもう本当にちょっとでもアイドリングする、エンジン火入れんねやったら風当てろっていうのが、真夏のこの整備の鉄則で、真夏はなんせ熱だれもうね、アイドリングなんかしておいとけよ、バルブ焼けるからね。あ、そうなんだ。そうだよ、空冷のエンジンって、もうエンジンのヘッドサーって言え、36度人肌ぐらいになっとったら、もうそれ以上もうそんな、もう何温めるっていうの、なんか暖気運転、いらんいらん、そりゃかけてうわー回して大丈夫とは言わへんで、でももう一通りオイルがちゃんと回って、オイルプレッシャーの、もうスイッチが消えて、要はちゃんとオイルが回ってますよという状態、それで OK。エンジン切っといてええねん。もう絶対ダメ。だからこの酷暑は、もう夏の間、特にもう30度超えてる日なんか、なんか、クーレーの場合なんか、走るもんじゃない。当社の絶版車を販売してくれるスタッフを募集してます。一緒に YouTube 撮りましょう。もちろん移動すんのに走るって違反にあったら、それも本当に走ったらいいよ、でも渋滞、NG、あ、そうなんだ。渋滞 NG、 この35度、38度で走ってない状態、もう危険危険、もうできるだけ本当負担の少ない回転数で風をできるだけ当ててあげる、でもこれも止まってどうしようもないと思ったら迂回、もしくはもうストップ休憩。そう、急車ってそうなの？そうよ、バイクも車もみんなそうよ。まあそうだけど、まあ最近車は水冷でね、強制ファン回して、やっぱバイクでもや、ほら自分で風作って冷やした水で冷やしに行くから、まあよっぽど。でもそれでも夏と冬やったら多少オイルの番手ぐらい変えてあげるぐらいした方が劇的にバイクのエンジン守るよ。全国どっからでもメカニックをしに J トレードに来ませんか？お待ちしてます。でもヒート気味になったオイルは絶対オイル交換、もしくは本当にこれはもう本当千差万別、皆さんいろんな意見あると思うけど、僕は最後の最後、もうエンジンチンチンになってもこれやばいんちゃうかっていう時には、僕添加剤とかってすごいと思う。やっぱり油膜切れ起こさないやつは最後の最後守ってくれてんねやと思う。本当にオイルの番手を少し変えるとか、もうね、なんせ空冷のエンジンは冷やしてなんぼで、オイルが冷却してるって知ってた？水冷のエンジンでもそうやけど、中に入ってるエンジンオイルが各部の熱をもらって落ちてって、だからオイルクーラーっていうものも本当に有効だし、まあ最近だとうちでも Z 買ってくれたお客さんでも、Mark II 買ってくれたお客さんでも、で、今度今 CBX の1000から6気筒のお客さんでも、やっぱり油温計つけてくださいとか、そういうお話あんねんね。やっぱり油温はしっかり見て管理しとかないと、最近もう温度が普通じゃないでしょ。あ、もう暑すぎて、これおかしいなっていう油温にまで上がってしまったら、限界超えたら本当に熱だれ起こすし、下手したらバルブ焼きついたりかじったり、いろんなことが起きてくるから、確か油膜が切れたらダメ。で、まあオイルクーラー有効ですか？有効です。やっぱあとはオイルの性能と
うん、でもやっぱり風当てることやね。そうなんだ。そのためにあんなフィンがいっぱいついてね。あ、なるほど。あれ表面積増やして、あそこに風当てて冷やしてね、言うとんねんから。あとはまあ、まあ今僕そうやけど、走りに行くって言ったら僕大体朝5時半、6時をシューッと走ってくる。はい、よっぽどね、あの風当てて無理な走りしてなければ、うん、まあ数日前にも怒られてたけど、うん、鈴鹿8時間耐久なんでね。うん、ほら、真夏のレースを全開で走ってても、うん、水冷の時代や、うん、なんともないやん。あれってでも昔は震えやったね。そうなんじゃ、そうトラブルは昔の方があるある。だけどやっぱり時代とタイムも違うし、う、昔はその震えをしっかりと風当てるために大型オイルクーラーとかそういうものを作ってつけて、だからカスタムされてるのを見てみんなかっこいいってカスタムしてきたわけや。なるほど。だからカスタムされんにやったら僕は 4K、うん、でオイルクーラー、うん、全然いいと思うよ。へー、やっぱりないよりあった方がいいです。あとはオイル管理、うん、で一回オーバーヒートしたかなと思ったら必ずオイル交換してあげてください。やっぱオイルも焼けたオイルよりも、はい、まあ 100% 化学合成オイルとかね、うん、そういうの入れてんにやったらいいんやけど、なかなかよっぽどきちっとオーバーホールしたエンジンじゃないと、こう 100% 化学合成のいいオイル入れると、うん、細かいところからね、うん、こうやってオイルが出てきてくれるんでね。出てきてくれるってことは細かいとこまで入ってるよってことやねん。でもあのなかなかね、ノーマルの Z のエンジンではちょっとオイルにじみとかがね、うん、多いって言われてて皆さん敬遠するんだけど、でも本当にきちっとしたオイル管理と、うん、とはもうアイドリングをしない。これでもね本当に多いんだよ。アイドリングをして走り出すイメージがある。そう、あと多いのがハーレーの人とかね。これもう自己話やで、お客さんこれ見たら怒る人もいるけど、うん、俺のことやないからで、うん、いや違うよね、夏やね、俺のこうかっこええやろってみたいな感じでエンジンかけて、ダカダッ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 、はいはい、うん、もうオーバーヒートしてその熱でガソリン沸騰や、もう焼き付いて終わりだ、エンジンもう開けたら焼き付いてる。空冷やで、空冷って言いながら、例えばハーレーの V ツインやったら、空冷の V ツインって、うん、後ろ側のシリンダーはほとんど冷えないからね、あ風当たらへん。あ、なるほど。まあ、もちろん当たるよ、うん、ちゃんと走ってれば、うんうん、でもゆっくり走ってるぐらいやったら、だからそれにわざと風当てるようなオプションがあったぐらいやから、うん、風をこう持ってきて横に当てるようなもうあったのよ昔よ。でも本当に前のエンジンで冷やして、冷えるってことはオイルもやっぱり冷えるわけよ、うん、そうやってオイルを潤滑させて走ってるものをずっとそこで止まったまま灼熱の太陽の中、ダカタン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 、 Z もそう、CB もそう、もう真夏にずっとエンジンかけて、うん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 ってやってたら、うん、だって熱逃げるところないまま、オイルクーラーついてたって、いくらオイル回ってたって、オイルポンプで、風当たってないから、熱いまま回っとんでね、うんうん、もう危ないですね。で、あと気ぃつけないといけないのは、俺も昔この辺ジュッてやったことあるんだよ。タンクでももう、熱なってるやろ。あー、ないない、グラブつけて、ペッて、熱っ、マフラーもやけど、いやいや、ほんまに気をつけないと。ヒット、俺の予想やけど、今日は目玉焼き焼けるんだよ。目玉熱いです。もうほんまに熱い。生、まあ、そういう意味で言うと、できるだけ真夏の昼間は走らない。これね、でも、旧車あるあるやと思う。あと、オイルはしっかりと、これね、銘柄とか言っちゃうと、またいろいろあるんで、ちょっと試してみてください。夏、あの銘柄いいんやねとか、うん、あれにこの添加剤入れたら、本当に 4K つけて、オイル交換するやん。オイル交換して同じコース同じ時間に走ってて、うん、4って10度ぐらい違うのいっぱいあるよ。やっぱそれがオイルの差で、添加剤で変わるのもある。ただどれがいいこれがいいは好みでいいと思うし、うんうん、まあうちのお客さんでうちは何がいいですかって言われて、もう信頼関係やったらね、うん、いやこれうちはこれ使ってるし僕これ使ってるから使ってとかやって言えるけど、うん、まあ、こうやってねあんまり僕別に物は宣伝でお金儲けるわけちゃうから、うん、あの宣伝あったら言ってください。あの自分のに入れてみて本当に何度下がったっていうのしますよ、うん、だけど今のところ基本的にはね扱ってるやつもありますけど、それはお客さんがね自分の使用頻度に合わせてオイル交換とかしてみてください。キャップでピピってつけるだけの4系もあんねんけど、うん、テンプメーターつけてちゃんと取るやんか、うん、やっぱりそれが85度が85度かは分からん、85度が90度って出ることもある、うんうん、けど90度が85度になってたら5度落ちてるのは間違いないわけ。そうですね。あんまりシビアになられなくてもいいけど、自分の温度は知っててほしいよね。自分が通常走ってて、だって全く同じで、例えば春走ってんのと今日走ってんのじゃ、うん、もう全然違うもん。そうですね。でもその時に、うん、どうやっていうのはぜひしてください。で、もう本当に空冷のバイク乗ってる方、アイドリングでバイクを止めることはしないでください。
もうこれね、バイク壊してんのと一緒だから、はい、でもガソリン沸騰してパーコレーション起こしてるからね。旧車じゃ本当特にダメなんですね、アイドリングって、うん、冬はええよ。あ、冬はいいね。最高よ。酸素密度も濃いからね、うん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 、もう冷えたかのキーンとした日にね、パーンと走ると気持ちいいんやけどね、うんうん、もうやっぱさすが空冷、この季節の昼間は走るもんちゃうよ。そうなんだ、はい、気をつけなきゃ。気をつけなきゃ、本当本当に気をつけてください、うん、夏ね、うん、もう自分が悪い例でやってるんでね、うん、これ以上怒らずに広い心で見てくださいね、はい、僕もすぐね半袖でバイク乗りたがるんですよ。こけるとは思ってません。でもやっぱりちゃんと長袖長ズボン胸部プロテクターとか、そうですね、グラブとか、はい、まあ、グラブはすんだけどね、うんうん、なんかどうも半袖で乗っちゃうやん、うん、やっぱないよね。そういう安全面も夏はちょっとねえ。でも僕 T シャツ水に濡らすやん、着るやん、うん、上にジャケット着るやん、うん、走るやん、うん、めっちゃ涼しいよ。いつの間にかでもじゃあ乾いてるのかな。20分か30分で乾いちゃう。はい、ほなまた濡らして綿の T シャツを濡らして、うん、着て、うん、ジャケット着て走ってちょっと風入れるやん、うん、めっちゃ気持ちいい。あと袖口につけるプラスチックのカバーしてる、あの風が入る、プラスチックのカバー、こうグラグラするやん、うん、でこっち側にこうジャケット着るやん、うん、ジャケットの入り口に空気の入れる昔、うん、あったんしら、ほらそれでベー出してこっから朝入ってみる、えー面白い。物もあんのかな、持ってる人いたら商品情報後でまたちょっとググっちゃおう。そうですね、あの袖口につける、うん、なんかこう空気入れるダクトみたいなのがあった。最近は男の人でも女の人ももちろんですけど、首が日焼けしないように、うん、みんな暑いけどネックガードすんのしてるんです。真夏に男の人でも全然してんよ。焼けまくりやん、やっぱ首が焼けるみたいに焼けまくり、あ、焼けまくり、焼けまくり、何してんの。まあでも8歳見ててもみんなライダーね、痩せれるよな。痩せれる、俺の場合配慮スーツ持ってないからあれだけど、まあそんなところで、はい、真夏に風冷に乗るもんじゃない昼間はな乗るんやったら朝から、はい、はい、気をつけて皆さん事故のないように乗りましょう。乗りました、バイバーイ。